皆さんこんにちは、こんばんは、おトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です、イエーイということで、いつも見ていただきましてありがとうございます。リアルコーデはまだまだ夏が続いておりますけれども、そろそろね、秋の洋服のご紹介もしていかなければいけないなとは思っております。チャンネル登録お忘れなく、そしてインスタグラムもフォローしていただけるととても嬉しいです。ということで、今日は今ある服で秋のトレンドっていうものをご紹介していきたいと思います。最後におまけ動画もございます。まず最初のコーディネートは上下黒でございます。トレンドはシアー素材ということを取り入れています。そしてですね、もう一つのトレンドは、実はショートブーツ履いてますけれども、アニマル柄パイソンっていうね、パイソンとかレオパードとか、まあ、ちょっと地味にですね、あのマイクロトレンドとしてアニマル柄がまた来てるということで、割とカルランウェイでも見かけましたのでご紹介しました。そして秋ですから、あまり暗くなりすぎても暑苦しいかなということで、白のバッグ、そしてアクセサリーはゴールドで大人っぽく統一してみました。夏はシルバーも多かったんですけれども、秋はゴールドもいいんじゃないかなということで、あのパイソン柄とかアニマル柄ってね、こういう小物で、ちょっと拾ってあげるとあまり勇気が必要ないのでいいんじゃないかなと思います。アニマルはね、少量から。そして次のトレンドは、これはですね、オフショルダー、そしてメタリックというところですね。まあ、一番大きなトレンドとしてメタリックがその中の一つに入ると思います。結構ね、いろんなブランドがもうシルバーのテカテカのバッグ出してたりとか、結構ねそういうメタリック多いですね。私のスカートはこれ以前の GU で、メタリックっていうほどではないんですけれども、まあ、テカテカしてるっていうことでね、メタリック気取り。そしてシルバーのこのクロスボディはザラのですけど、これはまさしくメタリックなんとかかんとかっていう名前がついていました。まあ、全て以前のものでね、購入できるものって言ったらジャージーオフショルダートップス H&M ぐらいですかね。私は S サイズを着用しております。トレンドのメタリックはシルバーもゴールドも出ておりますけれども、パンツとかスカートとかですね、それからトップスなんかもそうですね。まあシルバーの方が割ととっつきやすいかなっていう感じはしますね。ゴールドの方は、例えば小さなバッグとかお出かけバッグなんかに取り入れるっていうのもいいかもしれません。まあ、分量を考えるとトレンドも割と取り入れやすいんじゃないかなと思います。少量の分量を取り入れるっていう感じですね。次は落ち着いた雰囲気で、トレンドはですね、トレンチですね。トレンチに関してはジレだったりトレンチコートだったり、またバックトゥーベーシックっていう、そういうふうにベーシックに戻ろうよっていう、そういう流れもあるみたいですから、今まで私たちが持っているベーシックなものも、今年の秋はトレンドということで大いに活躍させていただければと思います。私すっごいお腹見せてますけど、実は下バンドゥでシアー素材でお腹が透けてます。でも、まあ、上にジレも羽織りますし、秋ですから少し抜け感が欲しいなということで、お腹が透けて見えるバンドゥにしてます。それからスカートの下とブーツの間にちょっと素肌がね見える感じの丈感にしてます。はい、この、 ピアスはヘビロテですね、スワロフスキー。まあ、この秋らしい色ですよね。トレンチってもともとねベージュ系ですから、まあ、それをジレでもパッと羽織るだけで秋っぽい装いになるのかなと思います。暑い、すいません、こんな格好してて。これはGU のクロップドチューブトップ、ね、ここにストラップがついてるの外して、家の中で涼しんできてます。このカードケースはね1373円、もともとは2290円ですね。やっぱりマンゴーね、以前お財布も買ったんですけど、しっかりしてるんですよね。お揃いになった人いっぱいいると思いますけど、こういうのがついてる。これはね取り外しが効いて他のものにも使えるので、こういうのがね
機能的で便利ですよね。こういうの好き。ぺったんこだからいいんですよね。現金とかあまり持たない人はちょっとだけここにお札を一応念のために入れて、そしてカードとかね、入れてればこんな薄い感じで、お財布代わりになるのでこれ便利だなと思って、あとはねピアスを2つ買ったんです。2290円が915円。なんかちょっと子供っぽいかなとも思ったんですけど、こういうビビビン、なんかここがほら、ちょうど合わないわとかそういう感じじゃないですね。しっかりしてるからずれないみたい、ガタガタになってないですね。はい、どうでしょう。かわいいじゃんね、かわいい。重さは安っぽくない程度に重さはありますけど、そんなに重すぎず、あの耳が引っ張られるほどではないです、ね、もう一つはね、あ、でか、2990円のこのピアスが1195円。これはねゴールドノラって書いてますね。ほらこういうこっちのこの透明の輪っかみたいな留め金、これもある程度重みがあります。あのある程度重みがあります。でも許せる範囲、そんなにそれほどでもない。割とね重みはありますけど大丈夫。この程度だと顔アップ、失礼、いいんじゃね大人っぽくていいんではないでしょうか、大人っぽくってということで、まあこういった感じで出しときますね。ここら辺にお金、届いたばかり。これはね、まあこれも割とこう幅広くゴージャスにしたい時もできるし、ジーンズとかにもできると思いますね。カジュアルにもできると思います。やっぱ大人って、カジュアルだろうがエレガントだろうがとにかくね気に入ったアクセサリーをつけるっていうことが一番だと思いますので、あとこれはね可愛い感じなので割とカジュアルな感じで使えばいいんじゃないかなと思います。こちらね、はい、今日は出ていく時これやっていこうかな、ね、どちらかやっていきましょうか。マンゴの購入品紹介でした。いかがだったでしょうか。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッションを中心にいろいろとお届けしております。最近ではお出かけ Vlog なんかも上げてますので、いろいろ見ていただければと思います。チャンネル登録をお忘れなく。 Thank you for watching. Bye bye.